上位進出を狙う両チーム、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、巻き返しを狙う第21節です。FIFA が2019-20 年シーズン、新しいルール改正をすでに発表していました。 J1 では今節から導入されます。ハンドの基準、それからコイント数ではキックオフを選べるようになりました。いろんな改正がありましたけれども、特にゴールキックとかフリーキックがね、ペナルティエリアの中でも味方につなげるようになったということで、その辺が一番、もしかしたら選手たちがいろんなことを考えて、影響というところでは出る可能性はありますよね。はい。ヴィッセル神戸の今日のメンバーと予想フォーメーションです。ゴールキーパー新加入飯倉、最終ラインではリーグ戦初先発藤谷、ダンクレー、大崎、左が8戦、中盤はイニエスタ、セルジサンペールと山口、最前線ウェリントン、ワイドに古橋、小川慶次郎というメンバーです。ガンバ大阪メンバーと予想フォーメーションです。ゴールキーパーが東口、最終ラインは高尾、ゲームキャプテンの三浦玄太が戻ってきました。キム・ヨンゴン、中盤に矢島、福田、小野瀬、あくまで予想ですが倉田と宇佐美がトップ下、前線にはアデミューソン、パトリック、ご覧のようなメンバーと布陣になりました。高尾サイドチェンジ、このシステムでガンバーやりだして前にやっぱり指導をかけてくるのと、あと今受けた矢島のポジションですね、ここからやっぱりロングフィード出てきますからね。倉田つながってコントロールからシュート、ー見事なカウンター、ガンバー先制。いいボールでしたね。まずは矢島のね、チームメイト半分が矢島のところへ、そして前線待っていたのが倉田修で先制ガンバー。前節はあそこのポジション遠藤が入ってて、やはり立ち上がりの8分ぐらいに長いボールでアデミューソンのアシストをしてるんですけど、ギャップもできてましたけども、飛び出すタイミング、そしてパスを出す人のタイミング、ぴったりですよね。さてこれで新ルールですと壁を3人以上で作った場合は近くに味方の選手を置くことができません。神戸サイドはその準備はできてます。イニエスタ、柔らかいボールを使う、ダンクレーが来ました。サポーターもウェリントン、小川2人、もう一度イニエスタ、ファールじゃないかとアピールしました。小川、やはりイニエスタから前3選手という感じですね。変わったアデミューソン、決定機、浮かせた、プレッシャーかけましたね今イクラが。完全に入れ替わってフリーになりましたアデミューソン。ウェリントン、ホイッスルなし、拾って宇佐美、テキ監督はファールじゃないかとアピールをしましたが、サポートに倉田が来る、パトリック、アデミューソンがセンター、足元、パトリック、かわす、流し込む、追加点、ガンバに戻ってきたパトリック、決めて0対2。完璧なカウンターといいますかね、ウェルサムがちょっとクッションを作ってからですけども、やっぱ中央の戻り方、イニエスタが最終的に戻ってきてるんですよね。ここで選手交代、得点を挙げたパトリックに代わって遠藤が入ります。公式戦通算1000試合出場です。素晴らしいですね。まずはアデミューソン、矢島引きつける、ワイド、倉田、後ろに返してシュート、逆サイド、いや高尾高すぎましたけどね
ちょうど守るサイドからするとブラインドサイドからうまく出てきました。いや決めたかったでしょうね。うまくポジションを動かしながら遠藤、これを奪ってイニエスタ、もう一度拾う増山、カットインから右足、東口もちょっと逆を突かれたのでヒヤッとしたでしょうね。イニエスタ、古橋、おお PK、 PK のジャッジ、東口対イニエスタ、止めた、セカンドボール、イニエスタ流し込みました、1点差。止められましたけどそんなこと落ち着いてましたね。浮き球でしたけれども、はい、コントロールをして流し込みました。ハセ逆サイドで西が待ちます。今日は交代必要。柔らかいボール、いいボール、追いつきました神戸。今のは石の子外し方がまずはうまかったですね。素晴らしいタイミングで外しましたし、まあ、1回、ね、狙って出てこなかった、まあ、ポジションを取り直しているんですけど、はい、遠藤、高尾が来る、折り返し拾ったイニエスタ、田中純也、チャンス、西が行きます。いや、いいスプレントしますよ。斜めに田中純也、オンサイド、うまい、クロスバー、浮かせましたがバー直撃。いや素晴らしいスプリントでしたけどね。リボル、ウェリントンだ。試合終了、2対2ドローゲーム。J1 第21節フライデーナイト J リーグ、ヴィッセル神戸とガンバ大阪は結局2対2、引き分けに終わっています。